エトルリアの動物の図版ピエトロ・オロ氏はイタリアの科学者、昆虫学者である。フィレンツェで生まれた。ピサ大学で学び、1759年に哲学と医学の学位を得た。1763年から論理学の教授となり、1801年までその職にあった。1801年に世界で初めて設けられた昆虫学の教授に就任した。 500種以上の昆虫薬も類を記載した。著書のエトルリアの動物やマンテスサインセクトルムは昆虫学のパイオニアワークで、現在も分類学や生物学命名法の分野で重要な文献として評価されている。ロッシの集めたコレクションの一部は、ドイツ、ブラウン・シュバイクのヨハン・クリスティアン・ルードビッヒ・ヘルビッヒが所有した後、ベルリンのフンボルト博物館で保存されている。 1793年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。ロッシの没後、ピエトロ・ロッシ昆虫博物館はミラノ市立自然史博物館に統合された。ロッシは植物の学名で命名者を示す場合に、ピエトロ・ロッシを示すのに使われる。ありがとうございます。